お世話になっておりますマサルです。今回は IEEE802.1X 認証について一緒に勉強していきます。今回学ぶ内容です。まず IEEE802.1X 認証とは何かお話しします。その後に IEEE802.1X で利用される EAP を使った認証方式についてお話しします。それでは始めていきましょう。まずは少しだけ前回勉強した無線 LAN のアクセス制御であるエンタープライズモードを復習します。エンタープライズモードは IEEE802.1X の規格で認証サーバーを利用して認証します。認証サーバーでは正規のクライアントの情報を管理しておき、接続してくるクライアントの ID やパスワードに基づいて認証を行います。認証結果が OK であれば無線ネットワークに接続できるというのがエンタープライズモードを使ったアクセス制御でした。エンタープライズモードでは IEEE802.1X の規格を利用すると説明しましたが、 IEEE802.1X というのはユーザー認証をするための規格です。なので IEEE802.1X というプロトコルが存在するわけではありません。 IEEE802.1X はユーザーを認証するための規格であり、枠組みのようなイメージで捉えてください。IEEE802.1X はサプリカント、オーセンティケーター、認証サーバーの3要素で構成されます。サプリカントは認証されるクライアントのソフトウェア、オーセンティケーターは認証要求を受けるスイッチやアクセスポイント、認証サーバーはユーザー情報を一元管理して認証を行うサーバーです。そして各構成要素間で通信されるプロトコルに注目してください。IEEE802.1X はEAP というプロトコルを利用します。 EAP は認証情報を配送するためのプロトコルです。サプリカントとオーセンティケーター間の通信はイーサネットフレームのデータの部分に EAP を格納した EAPOL EAP オーバーランを利用して通信します。オーセンティケーターと認証サーバー間の通信は一般的に RADUS というプロトコルを利用して認証情報を送ります。認証するためのプロトコルとして標準化されているRADUS というプロトコルを使うことが多いので、認証サーバーは RADUS サーバーと表記されることもあります。先ほど EAP は認証情報を配送するためのプロトコルと説明しましたが、 EAP には EAP、PEEP と EAP、TLS 2種類があることを覚えておきましょう。この2つの方式はクライアントをどのように認証するのかというところに違いがあります。 EAP、PEEP はクライアント認証をするときに ID とパスワードを使って認証します。もし ID とパスワードの情報が第三者に知られてしまうと不正アクセスが発生する可能性があります。一方 EAP、TLS はクライアントを認証するときにデジタル証明書を利用します。この時のデジタル証明書はクライアントを証明するためのデジタル証明書なので、クライアント証明書と呼ばれることもあります。クライアント証明書はクライアントにインストールされるため、パスワードよりも流出しにくく、セキュリティ強度を高めることができます。しかし EAPTLS はデジタル証明書の準備やインストールの手間などが発生するため、導入ハードルは EAPPEEP に比べて高くなります。なおサーバー認証については EAPPEEP も EAPTLS も両方デジタル証明書を使います。こちらはサーバー証明書と呼ばれます。 EAPPEEP を使うのか EAPTLS を使うのか、これも利便性とセキュリティポリシーを考えてどちらを利用するのかを決める必要があります。それでは今回も動画をご覧いただきありがとうございました。私はネットワークの基本を楽しく学べるオンラインコミュニティと Twitter を使った情報発信もしています。オンラインコミュニティは無料お試し期間もあります。ぜひ遊びに来てみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今回は IEEE802.1X について一緒に勉強しました。勉強すると IEEE802.いくつみたいな規格がいくつも登場するのですが、なぜ IEEE802 なのか皆さんご存知ですか？ IEEE というのはアメリカ合衆国に本部を置く電気情報工学分野の学術研究団体であり、技術標準化機関を表しています。次の802は1980年2月に標準化を開始したので802になっています。 IEEE という団体が1980年2月に標準化を開始して
その後いろんな技術を標準化しているので IEEE802. いくつみたいな名前になっているんですね。こういう豆知識も知っていると面白いですよね。それでは今回もご視聴ありがとうございました。お後がよろしいようで。